和光博物館は、島根県安木市にある、旧、出雲放器における、工具工の源流となった、和光、玉鋼に関する、博物館。1993年に開館した。日本刀の素材製造方法であり、日本独自の砂鉄による、直接還元法であるたたら吹きや、近世の製鉄事情、日本刀の展示がある。期限2600年事業として設立が計画され、 1946年に、日立製作所安木工場付属の和光記念館として開館。その後は、日立金属が運営を引き継ぎ、1993年には、安木市に移管されて、安木市立和光博物館と改称し、現在に至っている。和光記念館時代、国民的小説家の柴良太郎が当館を訪れて、その内容が、気候文集、 街道をよくに収録されたことから、全国的に知られるようになった。展示品は、玉鋼製造であるたたら製鉄用具や日本刀、祖官刀大刀の復元刀、甲冑、最新の特殊工の紹介、日本刀に対して初の科学的メスを入れた、田原国一博士の研究資料などが展示されており、和鉄、和光に関するものとしては、国内最大の規模となっている。 また、アニメ映画、もののけ姫の制作時には、館内の展示物を参考にしたと言われている。2006年からは、平成市町村合併を受けて、旧広瀬町の金谷小神を扱った、金谷五神話民族館も、管轄都市、たたら製鉄社のみならず、全国的な夜金業を営んでいた人々に、あがめられていた、歴史、文化なども紹介している。 以下の情報は2018年7月現在のものである。利用時には公式ホームページを参照されたい。開館時間休館日入場料駐車場に生体保存されている D51-488 号機。純鉄道記念物。ありがとうございます。